器にね持っていきましょう。はい、どうも、料理サリーズです。なあ、この汚いやつということでですね、まだね全然酔ってないです。2本目なんですけども、1本目でね、ワインをガブ飲みしてしまったので酔っ払っているんですけどね。思考シリーズ何があるかというと、もう本当にね、これはもうね、思考のおつまみですよ。皆さん、エビマヨでございます。皆さん大好きですよ、エビマヨね。今回ですね、多分ね荒れます。相当荒れると思います。なぜかというとですね、今まで誰も見たことがないようなエビマヨだからです。ただ僕の中ではこれが一番うまいっていうエビマヨがありますので、皆さんの想像しているエビマヨって絶対ないと思います。抜群に美味しい、そんなエビマヨ皆さんに紹介していきたいと思いますので、ちょっとお願いします。リュウジのバズレシピ。大きめのエビ、今回ねバナメイエビ使います。バナメイエビっていうのは安くて、身がちょっと柔らかいのが特徴なんですけども、別にこれブラックタイガーとかでもいいです。僕は安いバナメイが、好きです。そこそこの大きいサイズです。はい、これまあもちろん冷凍エビを解凍したものでもいいんですけども、殻付きのものを使った方がいいです。殻付きないものでもいいんですけども、至高なのでちょっとプリッとした殻付きをやりたいと思います。あとカシューナッツですね。カシューナッツはここまでいっぱいいらないんですけども、適量いります。エビマヨ今回使うのはこれだけなんですよ、僕ね。エビさんあればできちゃう。ちょっとやっていきたいと思います。まずですね、ソースを作っていきます。これ全部後ですから、ね、マヨネーズ大体ね大さじ4、大体これぐらいですね、大さじ4ってね、はい、でケチャップ、これ大さじ1、大さじ1これぐらいですね。エビマヨなんですけども、マヨネーズだけではなくケチャップも入れます。ここでですね、今回の特選そうだ練乳です。これはね入れてください。これがあるとねコクと甘みが全然違うんで。エビマヨっていうのはね、周富徳さんがね日本で開発したって言われてるんですけども、伝統的なエビマヨ、エバミルクっていうですね、糖が入ってない練乳を使うんですけども、まあエバミルクなんて売ってないので、あんまりスーパーには。なので今回練乳で代用します。ただ練乳の甘みっていうのもすごくねエビマヨに必要なので、これはね入れてください。そして塩少々、2つまみぐらいですかね。そして味の素たフレ入れます。そしてですね、ここにあったらでいいです。これはあったらでいいですけども、ジンです。ジンをね小さじ1もないぐらい、これぐらい、小さじ1弱ぐらいちょっと入れると、これジンってね嗅いでみると分かるんです、すっごい、ね、爽やかな匂いがするんですね。これね好みです。アルコールが弱い方は入れなくていいです。アルコールもし大丈夫な方はジン少し入れると深みが増しますので、ジン入れてください。これも酒飲み専用の裏技です。まあ、もし香りだけ使いたいという方はちょっとね電子レンジでチンするとアルコールが飛びますから。あ、これよ、別になくても美味しいです。あるとちょっと香り高くなるっていうぐらいなんで、これマストではないですけども、あったら酒飲みは大歓喜だと。こいつはですねよーく混ぜてちょっとね味見します。もう少し胡椒入れます。これなんだよね、このエビマヨソース、マジいっちゃうめが完璧。そしたらですね、こいつはですね器にね持っていきましょう。よーく混ぜてくださいね。お塩とか、ね、味の素とかも入ってますんで、よーく混ぜて溶かしておくのがねポイントですからね。これね、これでねエビマヨソース完成しました。そしてですね、ここにカシューナッツ、できればこうやって砕いて、これね食感が増して美味しいので、もちろん包丁で切っても大丈夫ですよ。おシャンティーになるでしょ。これ3、4粒かけてあげるとそれっぽくなるし、こんな感じね。ということでエビマヨソース完成。まあ、これはもう冷やしててもいいし、このまま常温で置いて、まあ、常温で置いとこうか。そしてですね、エビ、まあ、これぐらいのエビ10尾です。大体170から60だと思います。これの重さも考慮する。こいつはですね殻を剥いていきます。まずは足と一緒にこの殻を剥いでこうやる。尾肉がねこうね引っ張るとね取りやすいの。ここほら尻尾の肉、すこの肉とこの尻尾の肉残りますから、まあ失敗した時もあるんですけど、失敗したらもう気にしない。ここの尻尾の肉が一番うまいって言われてるんでね、これは残しておいた方がいいですよ。ここら辺持つんですね。そうすると尾肉残るんですよ。これ覚えておいた方がいいです。これ意外とねできてる人ってそんなにいないんですよね。実は尻尾のお肉美味しいですからね。残った殻はね、あの油で揚げて塩振るとめっちゃうまいんで、やっていただいていいです。はい、あれ、おいちょっと待って、ちょっと待って、今めちゃめちゃ気づいてた。俺飲んでないじゃん。未だかつて思考シリーズこんなことありましたか。さっき飲んだから飲んだ気になっちゃった。これはコメント欄荒れるぞ。これはうわ飲んでない、ユージ飲んでない、なんでっていう話になってるから、今日はですね思考のエビマヨで合わせるのこちらの僕の開発した思考のビールでございます。はい、こちらね、概要欄にね販売のアドレスもありますんでね、これめっちゃうまいよ。まあクラフトビールだからちょっと高いんですけどね。じゃあこれうまいんだよね。ベロベロになるまでチンしてやっとこぎつけたビールなんですよ。
じゃあ皆さん乾杯。あ、キンキンに冷えてやがる。そうですね、苦味が少ないんですよ、この至高のビールっていうのは。僕のね、大好きなね、ちょっとだけフルーティーなんですね、これね。バドワイザーとかそっち系が好きな方絶対好きだ。ビール嫌いの飲みやすいような設定になってます。これ絶対美味しいです、これ。で、これを飲みながらやっていきたいと思います。これね、思いを馳せてくださいね。エビアンタ至高のビール飲むんだよっていうのね。至高のビールなければ普通のビールでもまだ全然美味しいです。エビジュービーはもう全部ね、やりました。で、ここからですね、この背わた、背わたはね、こうやって養生やって引き抜く。こうあったらこう刺してこうやって引き抜く。はい、こうこれだけでもう取れますから。これが一番簡単な下処理のやり方。刺して引っ張る。はい、これで終わり。律儀に背を開いてやる方もいらっしゃるんですけども、あれはどちらかというと見栄えの方が大きいなので、今回のようなですね、揚げ物にはあんまり気にしないでいいかなと。で、神経質な方は開いてくださいね。背わたはね、やっぱね、食感が損なわれるので抜いた方がいいです。僕、必要じゃないことはやんなくていいよって言うんですけども、必要なことはやります。エビ透けてると思うんで、透けたところがね、黒くなってないけど、これぐらい背わたが取れるんですよ、これ。そしたらですね、ここで片栗粉で洗うとかっていう方もいるんですけども、僕はね、しないです。あんま変わんないから。このタッパのまんまでお塩で下味つけていきます。ひとつまみバーッと。ここで味の素です。ひと振りしましょう。で、これでエビに旨味と塩味をつけていきます。下味にね、ちょっとね、旨味を足した方がうまいです。全体的になじませましょう。エビはね、水分が多いしプリッとしてるんで、すぐね、調味料吸うんだよね。そうしましたら、また別のボウルを用意してください。ここにですね、エビマヨの衣。エビマヨに衣ってなんか皆さん分かりますかね。僕のエビマヨってエビの天ぷらにエビマヨをつける食べ方なんですよ。普通のエビマヨっていうのはマヨネーズソースが絡まっちゃっててサクッとしないんです。食感が損なわれる。でも天ぷらをエビマヨのソースにつけて食べることによって衣の食感っていうのが残るんです。これが一番うまいやり方です。ただ中にはこんなエビマヨじゃねえよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、エビマヨの新たな形だと思って、だからこれ邪道にして至高のエビマヨなんです、実は。はい、ということで天ぷら粉を作ります。片栗粉が大さじ2です。大さじ2、白の力粉、力粉です。大さじ3入れていきます。そしてですね、ここにお塩小さじ5分の1で、炭酸水ですね。天ぷらってね、炭酸水を入れるとね、すごくね、サクッといくんですよね。炭酸水入れる前に油の準備しておきます。鍋底から1センチぐらいの揚げ焼きで大丈夫。中火で温めておいてください。で、その間に、で、これです。炭酸水は泡が出るんでね、これと合わさるといいんですよ。大さじ4の炭酸水入りました。炭酸水入ったらこうやって混ぜてください。これでいい衣ができるんですよ、これ。よく混ぜてくださいね。まあ多少ダマになっててもいいんですけども、よく混ぜてください。このシュワシュワーっとなったところがすごいサクサクになって美味しいんですよね。だから炭酸水を使います。なければ水でもできないことはないんですけども、炭酸水使った方がサクだわ。そしたらエビどもね、ここにね、入れていきます。で、こうやってまとわせる。そしたらもうね、揚げていく。たっぷり絡ませたまま揚げていく。揚げる前にちょっとつけて、まあ、ちょっとね、くっついててもね、後で剥がせばいいんで、空いてる部分に入れちゃってください。ちょっと剥がしていきましょうか。こうやって剥がしていってくださいね。片栗粉も入ってるので結構ね、固めに仕上がります。ちょっとですね、剥がしてあげてひっくり返してあげてください。で、エビツナすぐ火が入りますから、剥がしながら裏返して揚げていくと。完全にこれ天ぷらとかフリットの息ですよね。そしてこのエビのいい香りを嗅ぎながら至高に合っていきます。温度は中火ですね。で、サクッと揚げていきますよ。この調味料の配分だったらどうやってもサクッといく。コツいらないんですね、これね。コツのいらない天ぷら粉リュージバージョンですからね。で、これぐらいね、揚がったらバットに取っていきます。はい、もっとくるんくるんっていう風に揚げたいんであれば、もうちょっと大きいフライパン使ってください。僕はこれで十分。油吸わせてください、このキッチンペーパーに。それではですね、お皿も用意しちゃいましょう。ちょっとね、洋風に見えちゃうんだけど、クッキングシートで、まあこれ正方形にやって、こうすることによってですね、オシャンティー感が出るんですよ。これ、ここにさっき、やっといたエビマヨソース、そしてエビ、ちゃんこうまいんですよ、これは。がっつりと持って、で、まあパセリパラパラパラっと振りかければ、絶対に、中華の料理人に怒られる至高のエビマヨ完成でございます。できましたので、早速食べていきたいと思います。いただきます。これ絶対合うぞ、これ。じゃあ、このサックサクの天ぷら、このたっぷりとエビマヨソースのついたエビちゃん、いただきたいと思います。いただきます。うわー
世界一だねこのエビマヨは。たまらんうまい。エビマヨソースの完成度、プリップリのプリ、そしてその後に流し込むビールで、こんな幸せあるかい。エビマヨはこれ、ちょっと余熱したフライパンでちょっと温めてももちろんうまいんです。うまいんですけど、サクサクしたエビマヨなんですよ僕も求めてるのは。僕はこうやってドヤ顔で食べてると皆さんムカつきますか？ムカつく方ぜひ作ってみてくださいね。そしたらね、気持ち味わえますから皆さん。そしてここで味変カンフージェネレーション、このエビマヨソースにいつもタバスコちょっと吸ってきたらす、これをエビのフリットで拭う。こいつですよ。タバスコあった方がいいと思うな俺。あー、たまらなくできたので、スタッフチャンス、いただきます。もうちょいつけてもいい、いいっすね。いただきます。うん、もうちょっとこれは初めて食べました。初めてのエビマヨ、このタイプと、このタイプのエビマヨ初めて。めっちゃうまいですね。ありがとうございます。これだって食べたことがある人あんまりいないんじゃないですか。エビマヨはこのタイプでやらない、あえてあんのが普通だからですよね、うん、ちょっと今いいこと言いましたね。うん、なんで敬語なのカメラ意識しすぎうまいでしょ。でもこれは最高だね。最高にうまいでしょ、うん、初めてこのタイプは。そこを押すってありがとうございます、はい、イケメンカメラマンの達也が登場してくれたということで、美味しさ今ので完璧に伝わりましたね。この至高のエビマヨ、本当にエビマヨ界の革命だと思ってもらいます。私このやり方ぜひねやっていただきたいと思います。おつまみ寄りになる食べ方なんですけども、圧倒的に美味しいです。なのでぜひ皆さん試してみてください。こうやって振るとね、いいんですけど、これね、たまにここの蓋が開いてる時があるんで、蓋が閉まってることを確認しながらやってください。じゃないと、家が殺人現場みたいになります。僕は人生で5回ぐらいやってます。はい、学習しろっつってね。